パック販売されるタラのカス漬けカス漬けとは、食材を酒かす、またはみりんカスに漬ける手法である。また、その方法で作った日本の漬物のこと。食材は、野菜、果実、魚介類、食肉だけでなく、加工食品など、多種多様なものが使用される。日本各地で作られており、漬物の中でもよく使用される漬け方である。 漬物日本一を決めるイベントにおいても、カス漬けが第一位に選ばれた。演技式には野菜を材料としたカス漬けの記述があり、日本古来から存在していたことが確認できる。酒カスに漬けたものは味が淡白である。一方でみりんカスに漬けたものには濃厚な甘みがあり、さらに甘みをつける場合には砂糖を加える。酒カスは圧搾の不十分な湿ったものが良く、 乾いたものは酒を含むのが少ないから味が劣るとされる。ただし、酒気の強いものが苦手な場合には、こちらが好まれる。これに、塩、砂糖、酒などを加えて緩め、容器に固く詰め込み、蓋と目張りをして冷酒に置き、よく売れたカスに漬ける。食材はそのまま漬けると、カスの中に水分が出て散泊する恐れがあるため、一度、塩漬けしてから漬け。 あるいは少量の塩を振って、しばらく置いてから、あるいは掛け干しにしてから漬ける。生のまま、特に水分の多いものを漬ける場合には、ぬかと少量の塩を混ぜたものを容器の底に敷き、その上に多数の小さな穴の開いた中蓋を置いて水分が下に落ちるようにする方法がある。食材は相互に、また容器に接しないようにその間に十分に酒かすを詰めて固く漬け込む。 数日から数ヶ月で漬け上がる。野菜のカス漬けは、こうのものとされ、カスにわさびを追加したわさび漬けもカス漬けの一つである。魚類は内臓類を処理し、縁を使用する場合がある。また、中型以上の大きい魚は、一尾をそのままではなく、切り身にしてから漬けることが多い。食肉は、切り身に包丁を入れる処理をした上で漬けることが多い。日本各地において、 主に現地の食材を使用した粕漬けが製造、販売されている。ありがとうございます。